のデートはフードコートでミスドを買って食べます。はい、乗って、はい、いやーさあよし、じゃあ早速食べましょう。ましょう。トリュフドーナツです。ポリポリ起きれる。トリュフドーナツは、うん、ピンピンポンみたいな、あのマシュマロとかかかってるね。うん、美味しそう。じゃあいただきます。はい、どうぞ。あきらちゃんのは、あきらちゃんの見せて。ポンデリングマシュマロのチョコレートです。パパはストロベリー。そうです。はい、こちらです。あ、美味しそう。あきらちゃんのと似てる。あ、本当だ。ママのお土産は、オールドファッションのシナモン買いましたね。オールドファッション大好きなんだよね、おっちゃんおばちゃんは。ディーポップとどう、どっちが合う？もうほとんどディーポップみたい。はい、チーズ。はい、オッケー。あきちゃん、ママついてる。うん、ママついてるね。いただきます。うん、中にチョコレートが入ってると思ったけど入ってないんだね。色が違うだけだね。あ、あれね、マシュマロが入るとあれよね、ふわふわ感が増すよね。あきちゃん一緒に食べなきゃ。こういう意味なんだ。マシュマロだけを楽しむのもいいけど、なんかより一緒に食べた方がいい、うん、よりふわふわに感じるね。こういうとこまで考えてあるんだ。今日はね、あきちゃんのピアノが休みなんで一緒にね、デートしに来てます。いや、なんかシナモンのオールドファッション美味しそうだね。昨日はね、パパが街でお酒を飲んできたけど、ちょっと声が焼けてます。酔っ払ってた。はい、かんちゃんのをもらいます。ハローキティのハカハカ食堂。はい、何個目だったっけ。4個目。はい、じゃあ開けましょう。一気に開けよう。何が出るかな。おお、おお、お、すごい。やったー、ハローキティが。いいねキティちゃん。1番、特製ハムエッグ定食。4番、お茶をどうぞ。はい、ハムエッグだからハム。どう、やばい。ハムエッグ、はい、ちょっとやばいね。ちょっとやばい。お箸同じ。キャベツ一緒っぽくね。この前の目玉焼きも卵焼き。黄身が透けて見える、うん、お椀。そしてやつ、あ、味噌汁。具は豆腐で、リンゴとリボン。3つ目は大盛りだったけど。あ、そうなんだ。そうだそうだ、小盛りだ。お皿、お盆。一応ランチョンマットがついてましたね。味噌を溶かして、豆腐をトントントン、キャベツを置いて、ハムを置いて、目玉焼きを置いて、炊きたてご飯、小盛り。いやー、よくできてんな。定食ハムエッグ。ハム食べたいな。ハム、うん。よし、じゃあ次は、あきちゃんのに行きましょうか。茶柱立ってない。あ、いいよったね。やっぱ茶柱は立ってていいな。この中に茶柱。ちっちゃ。ごくごく。これを押して、なんか物足りないな。あ、これあった。物足りなかったということは、ひもおばちゃん、キティちゃんです。箱には水玉がついてるけど、ついてない。今日どうだった、あきちゃん？とても楽しかった。100点いつもあきちゃんはこの時間はピアノのレッスンだよね。ソピソ、ソピソ、レミファソ、ドレミファソ。ピアノが休みの時はまたみんなでね、デートしましょう。はい、はい。今日のデートはフードコートでミスタードーナツを買って食べました。それとハローキティ、ほかほか食の4、5個目でした。それではまた、バイバーイ。ハム触る、みんな。なんで、おうちから。